もしあなたの大切な人が不治の病だったら、遡ることおよそ5年前の2017年5月、舞台はアメリカフロリダ州ハリウッド。この街のとあるダンススクールでビヨンセの曲に合わせて楽しそうに踊る一人の少女がいました。彼女の名前はバルサビア・ボルン・ゴンチャロワ。最近このダンススクールに通い始めた8歳の女の子です。母親のダリと一緒にロシアからやってきたバルサビアは歌ったり踊ったりするのが大好き。ずっとダンスを習ってみたかった彼女は反対する母親に何度も頼み込んで念願を叶えたんです。一見ごく普通の活発な女の子に思えるバルサビア、しかし実は彼女は他の子供とは違うとある事情を抱えていたんです。ダンスに興じる彼女の服は胸にプロテクターがついた特殊なもの。なぜバルサビアはそんな服装をしているのでしょうか。それは彼女の心臓が体の外にあるから。心臓が体の外にある少女バルサビア、限りなく危険なその状態で彼女が元気よく成長できた理由とは。少女バルサビアの命を救ったのは母の偉大な愛だったんです。おさす、同性の人に好かれてるやつは大体性格いい子だよ。ケンちゃんです。みんなの行きたい島を教えて。ユミユミコです。徳之島行きたいわ。徳之島ってどこ。バニュードっていう、ね、ラッパーが徳之島っていう曲出してるんですよ。おうおう、めちゃくちゃいい曲で。どこなのだから。どこかわかんない。どこかわかんないの。ちょっと教えてみんな。徳之島ってどこよ。本日皆様にご紹介するのは、心臓が体の外に出てしまう病気にかかっている少女バルサビアちゃんについて。どういうこと。心臓を体の外にあって全然想像できないんだけど。バルサビアちゃんはですね、ほぼ助からないと言われている難病を患っているんですが、お母さんの面、ね、尽力もあって病気と立ち向かって戦っている子なんです、うん、まずはなぜバルサビアちゃんの心臓がね、体の外に出てしまっているのか、この病気の全貌に迫っていきたいと思います。カントレル症候群。遡ることおよそ4年前の2018年2月、アメリカフロリダ州ハリウッド。この町のとある病院に一人の少女が緊急搬送されました。彼女の名前はバルサビア・ボルン・ゴンチャロワ。バルサビア、しっかりして。激しく咳込み、苦しそうな表情を浮かべるバルサビア。病院の廊下を走るタンカーの傍らには、必死の思いで彼女に声をかける母親の姿がありました。この日バルサビアは休み時間にクラスメートとぶつかってしまい、そこから容態を急変させたんです。彼女は明るく活発な女の子で、学校で体調を崩すようなことはめったにありませんでした。それなのになぜ体がぶつかっただけで病院に運ばれる事態になってしまったんでしょうか。このことには彼女が生来抱えていたある病気が関係していたんです。2008年、ロシアのとある産婦人科の待合所に一人の女性の姿がありました。彼女の名前はダリ・ボルン・ゴンチャロワ。早く元気に生まれてきてね。お腹をさすりながら、もうすぐ生まれてくる我が子の成長に期待を膨らませるダリ。妊娠5ヶ月を迎えた彼女は、この日も定期検査に訪れていたんです。ダリさん、診察室へどうぞ。検査結果を待っていたダリに受付からの声がかかります。診察室の扉を開けると、そこにはいつになく曇った表情の医師が待っていました。何か良くない検査結果でも見つかったのかしら。そんな不安がダリの脳をよぎった次の瞬間、医師はその重い口を開きました。お腹の子は中絶された方がよろしいかと。あまりに突然告げられた非常な言葉に放心状態になるダリ。彼女のお腹の中の子供は先天性の難病、カントレル症候群を患っていたんです。カントレル症候群、うん、初めて聞く名前だけど。お腹の子がこの病気を患っていたら、うん、ほぼ助からないと言われている難病なんです、というわけでね、本日のメトラキーワード、カントレル症候群について。カントレル症候群は横隔膜や胸骨、心臓などに先天性の障害が残る難病で、20万人に1人がかかるとされています。胸骨や肋骨の欠損、心臓に奇形が生じることがあり、この病気にかかった赤ちゃんは約 90% が生まれると同時に死亡するとされているんです。もし出産に成功したとしても、カントレル症候群の子供は心臓機能に異常を抱えている場合が多く、激しい運動ができない、人工呼吸器をつけての生活を余儀なくされるといった問題がつきまとうんです。2015年には静岡県の病院で手術が成功しているんですが、カントレル症候群の手術が成功した例は世界的に見てもまだこの1回だけ。世界で最も治すのが困難な病気だと言われているんです。お腹の中の子がカントレル症候群を患っていると分かり、医師から中絶を勧められたダリ。彼女は我が子がどんな状態にあるのかを聞くと、うつむき、肩を震わせ泣いていました。そしてダリは次の瞬間、顔を上げるとこう言ったんです。産ませてください。私はこの子を自ら殺すなんてことしたくない。こうして2009年3月30日、ダリは出産の時を迎えました。しかし生まれてきた女の子を見て、医師は諦めの表情を浮かべます。なぜならこの赤ちゃんの心臓が体の外に飛び出していたから。
ダリが産んだ赤ちゃんはカントレル症候群の影響で本来あるべき胸骨と心膜が欠損していたんです。肋骨の間から飛び出した心臓は薄い皮膚に覆われているだけの状態だったんです。さらに心臓そのものにも複数の穴が開いており、医師の思惑通りこの赤ちゃんはとても無事に成長できる状態ではありませんでした。ダリさんも覚悟はしてたんだろうけどさ、これは辛かったわよね、うん、そうっすね。自分がねそういう立場だったとしたらね、うん、想像もできないですけど、うん、想像したところでやっぱ本人しかわからない苦しみがあるんですけど、ダリさんですね、そんな状況の中で諦めず自分の子供そして病気と向き合っていくんです。諦めない母。ダリは生まれてきた娘にバルサビアという名前を付けました。そしてこの子の誕生と同時にこう決意するんです。バルサビアの病気を治す方法を何としてでも見つけてみせるわ。医師でさえ無理だと諦めた娘バルサビアの病気にダリは毅然と立ち向かったんです。ロシア中の病院にコンタクトを取り、それでもダメならドイツ、イギリス、イタリアまで。ダリは世界中のあらゆる病院にバルサビアのカルテを送り、来る日も来る日も手術の依頼に明け暮れていたんです。しかし現実は残酷でした。この病院もダメだった。自宅に届いた手紙を片手に大きなため息をつくダリ。いくらカルテを送り続けても病院からの返答は手術はできないという内容ばかり。絶対に諦めないと誓ったダリなんですが、その心には焦りと苛立ちが募っていきます。そしてこの後さらにダリに追い打ちをかけるような出来事が起こってしまうんです。何これ以上なんかあんの。この後ねダリさんはですね、バルサビアちゃんの病気とはまた別のことで悲劇が襲いかかってくるんです。ある日のこと、話があると言ってダリをリビングに呼び出した彼女の夫、彼はいつになく複雑な表情をしていました。そしてダリがソファーに腰掛けたのを見ると、夫は静かにこう言ったんです。ダリ、僕らも別れよう。夫の突然の一言に思わず耳を疑うダリ。夫は続けてこう言います。バルサビアを治したい君の気持ちはわかるが、あの子はもう治らない。俺は君にはもうついていけないんだ。夫はカントレル症候群の治療が困難を極めること、費用が莫大にかかることから、自分にはその負担が背負いきれないと判断したんです。自分と娘を捨てて離れていく夫、ダリは彼を止める気にもなりませんでした。ダリさんめちゃくちゃ頑張ってるのに、こういう辛い時こそさ、支えてあげるべき人がすぐ見捨てるみたいなね、話はね。こうしてダリは娘を救うためたった一人で戦うことになってしまったんです。ただ運命は諦めない彼女を決して見捨てはしません。医師から長くは生きられないだろうと言われていたバルサビア、彼女は生後直後には無理だったお風呂にも入れるようになり、その後もすくすくと成長していったんです。医師も夫も諦める中、元気に成長する娘バルサビアの存在がダリの何よりの支えとなりました。そして迎えた2015年、バルサビアが6歳になった年のこと、未だ娘のカルテを世界中に送り続けていたダリのもとに一通の手紙が届くんです。送り主はアメリカボストンのとある病院の医師でした。また断られるんだろうか、内心そう思いながらも急いで手紙を開封するダリ。その中には一言こう書かれていたんです。当院で手術が可能です。その手紙には心臓の検査を行い、耐久性に問題がなければ心臓を覆うための人工胸骨を作る手術が可能だと記されていたんです。よかったもん、本当にダリさんが報われた瞬間じゃない。本当にね、ようやくね希望が見えてきましたね、と言いたいところではあるんですけど、実はねまだまだこの親子には試練が待ち構えていたんです。さらなる試練。2015年、ダリと娘のバルサビアは手術のためアメリカボストンへと渡りました。ボストンの病院で心臓機能の検査を終え、結果を今か今かと待ちわびていたダリとバルサビア、ついに手術ができるかもしれない。二人は長年夢見てきた、そんな期待に胸を膨らませていました。こちらへどうぞ。ダリが診察室に入ると同時に医師は彼女に椅子を差し出した。何気ないその光景にお腹の子がカントレル症候群だと告げられたあの日の記憶がフラッシュバックする。大丈夫、今日はそんな悲しい話を聞きに来たんじゃないわ。トラウマを払うかのように自分に言い聞かせるダリ。彼女に検査結果を告げようとする医師の表情は至って穏やかだった。きっといい結果が聞ける。ダリは心の中で何度も何度もそう繰り返していた。そして口を開いた目の前の医師はこう言った。娘さんの手術は当院ではできません。ダリの頭の中は一瞬にして真っ白になった。またダメだった、アメリカまで来たのにそれでもダメだった。ダリの目頭に思わず熱いものが込み上げる。しかし医師の話はここで終わりではなかった。フロリダへ移住されてはいかがですか。思いがけない言葉をかけられ、ハッと我に返るダリ。医師は続けてこう言った。ロシアは寒暖差も激しくて娘さんの体への負担も大きいでしょう。手術ができるようになるまで暖かいフロリダで様子を見ることにしませんか。
これってさ、まさか、まあ、そうなんです、うん、バルサビアちゃんの、ね、手術ができないっていうのはあくまで現時点での話だったんです、うん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 、ボストンの病院が提案する手術方法は手術中に心臓を止める必要があり大きなリスクが伴うものでした。バルサビアの小さな体ではまだその手術に耐えられるだけの体力はないと判断されたんです。つまり逆に言えば彼女がもう少し成長すれば手術が可能だということなんです。医師はそのことを見越しそれまでバルサビアが安全に過ごせるようにフロリダへの移住を進めたんです。こうして検査を受けたのと同年のうちに母ダリと娘のバルサビアはフロリダへ移住することになりました。ロシアのメディアがこのことを報じ移住の際には親子を応援したいという人の寄付が多数集まったというんです。いいお医者さんに出会えてよかったわよ、うん、そうです、まあ、やっとねダリさんの思いがいろんなところに伝わって届いたっていう感じしますよね、うんまあ、今現在でもフロリダに住んでですね、うんうん、手術が受けられる日をね待っているんですけど、うん、新天地で新たな幸せもね待っていたんです、うん、バルサビアの現在。手術までの期間を安全に過ごすためアメリカのフロリダ州ハリウッドへ移り住んだ母ダリとバルサビア。彼女は健康な子供たちと同じ学校に入学し元気に登校を続けています。明るく活発な性格の彼女はダリの判定を押し切ってダンススクールにも通い始めるほど。カントレル症候群を患う子供は通常歩くことさえままならないケースも多く、バルサビアがここまで元気に育っていることは奇跡に近いというんです。急に体調が悪化することもあり人工呼吸器は未だに手放せない状態なんですが、普段は周囲の子供たちと変わらず前向きに過ごしているんです。さらに2018年には母親のダリがアメリカ人男性と再婚、同年に男の子を出産し、バルサビアは新しく父親と弟ができたんです。弟もバルサビアによく懐いていて一家仲良く幸せに過ごしているといいます。バルサビアちゃんに理解のあるパートナー見つけられて本当良かったわね、うん、本当にねいろいろこう2人で乗り越えてきて、うん、新しくね出会いもあってね、うん、ここから本当にもう幸せになってほしいなって思いますよね、うんうんうん、こうして迎えた2022年、現在バルサビアは13歳になっているんですが、実は未だに手術が受けられていないんです。彼女が受けようとしていた手術は体内に人工胸骨を作って心臓を正しい位置に収めようとするもの。しかし年を追うごとにバルサビアの心臓は肥大化しており、すでに人工胸骨の中には収まらない状態になってしまっていたんです。予定していた手術方法での治療は難しく、彼女の病気を治すにはまた新たな治療法が確立されるのを待つ必要があるといいます。またしても手術の希望が絶たれてしまったバルサビア。しかし彼女はそんな状況も決して悲観せずにこう話します。私は毎日とても幸せよ。常に前向きなバルサビアの言葉には必死で奔走してくれた母ダリのためにも悲しい顔はしたくないという意思を感じさせられます。現状彼女の体調は安定していますが予断は許されません。休み時間に廊下を走っていたクラスメートとぶつかった時には病院に緊急搬送されたこともありました。明るく元気な彼女の笑顔が今後決して曇ることがないように、バルサビアが幸せに安全に過ごせること、そして一刻も早く新しい治療法が見つかるよう医療の発展を願うばかりです。